私そうなんや、特技を生かして面白いことやってると思って、結構いるんですって、こうやってアップしてる人、ご飯と猫って、犬もですけど絶対無理です。あの餌とかご飯はその子によ、うち弁も用意してますし、ほらちょっとこれじゃない食べないとか、家帰った時食べなくなると困るからっていう方はもう持ってきてって言ってるんです、うん、トイレは持ってきてくれる方もいるし、うちで用意して、砂だけちょっといスコップ一杯分持ってきてっていう風にして、はい、っていう感じ。極力ストレスをないように、はい、家で使ってるものを持ってきてもらったり、匂いがついてるもの、飼い主さんのパジャマとか、なるべくも。それでは宿と猫の二宮さんにお話を伺っていきます。お願いします。お願いします。今回ペットホテルということで来させていただいたんですけど、はい、ここがそのお部屋なんですか？はい、そうです。お客様が、まあ、お客様というか猫ちゃんが泊まっていただける空間になってます。こんないただくっていう形にしてます、うん、でやり取りも、まあ、基本的に譲渡の日だけに、うん、気をつけながら対面してお渡しするっていう、うん、で、まあ、条件とかもいろいろあるので、うん、また希望の方は、まあ、またそれも問い合わせいただければと思うんですけど、はいはい、あ、それはここは違うお部屋なんですか？はい、そうですね。もうお客様の部屋と保護部屋は別空間として、うん、はい、分けさせていただいてます。でも全く別のものなんですね。ペットホテルの活動と、そうですね、ネコボランティアの活動は別と捉えて、はいはい、お金ボランティアでされてる。そうですね、完全ボランティアで、で猫ちゃんもちろん保護猫ちゃんがいない時はもうしてないですし、はい、また相談があって、自分たちができる環境と状況であれば、はい、また預かってお手伝いしてるっていう感じですね、はい、そうなんです。猫ちゃんっていうのは本当にちっちゃいほやほやの状態でどこからやってくるんですか？なんか長いね、うん、長い。